大ユースの邸宅です。お邪魔します。左手にシューズボックスですね。大きなシューズボックスです。たくさん入りますね。収納がたくさんあっています。そして鏡もあって傘の自宅のチェックがあります。そして奥にはこのように難度があります。難度といってもね、お部屋に使えるまあ全然使えますね。申し分ないです。そしてこのようにクローゼットが2つございます。大きいサイズです。そして窓も2面採光で明るいです。フロアにはこのような収納エリアがございます。ありがたいですね。こういった収納エリア非常に重宝します。はい、2階に上がってまいりましょう。2階に上がりますと、まずキッチンですね。キッチンがあってリビングがあります。キッチンもね、このようにおしゃれなキッチンです。何円形と申しますか。このようなシンクと、はい、奥様が大変喜びになります。食洗機がついてます。ここはオール電化ですね。3つの火元がございます。そしてレンジフードということで、しっかりそれなキッチンです。そしてリビングですね。リビングは明るいですね。このように大きな窓がついてます。そして正面にはこの引き出し窓、そして右手にも窓があって3面採光、裏を見れば4面採光でずっとお部屋にですね光が入り込みます。バルコニー出てみましょう。バルコニー出ますとこのようにリビングから見渡せます。はい、日差しがねしっかり入り込むんで本当に素敵なお部屋ですね。リビングにはこのような収納エリアがありましてですね、非常にね2階で必要なものがですねここにしっかりと収納できるというふうになってます。あ、そうです、失礼しました。そして奥にはまず右手にこのような浴室です。ちょっとね濃いダーク系のですね色でしっとりとした落ち着いた浴室になってます。窓も大きくて換気が良さそうですね。もう大理石調のですね非常に色彩がしっかりしたいい感じに仕上がってます。そして洗面台です。洗面台も広くてですね非常に大きなシンクがついてます。で鏡はこちらについてるんですね。横を見ながらやるという形になってます。前は大きなねこのような窓がついて換気が非常に良さそうです。そしておトイレが隣についてます。で窓もありますし清潔感あふれるトイレがついてます。そして3階上がってみましょう。3階の今ですね、お部屋ですね。はい、3階のお部屋、はい、まず右手にこのような素晴らしいお部屋がついてます。窓もしっかりとって風通しもしっかりいいです。はい、クローゼットもねこのように1つ2つ大きなクローゼットがついてます。そしてこのように3階からの眺望はこのまま素晴らしい眺望になってます。風もしっかり入りますし、ね、日差しも入り込みます。3階のここはおトイレですね。おトイレも広めに取ってありますね。ゆったりとした空間で本当にくつろいだ時間をお過ごしいただけます。そしてお部屋です。最後の部屋です。こちらはですね、まあ、今一つになってますけど この真ん中にですね、仕切りを作れば2つの部屋に変わります。まあ、ドアもねクローゼットも2つついてますね。はい、このようなクローゼット左手のお部屋はこのようになります。まあ、でも大きくて非常に明るいお部屋です。はい、こちらも同じようになりますね。このように2つのお部屋に分離できるフレキシブルタイプのお部屋でした。はい、素敵な北リスの邸宅でした。ぜひ
足を運んで現地ご覧ください。お待ちしております。